こんばんは、司会を務めます小西美穂です。本日は一般社団法人ジャパニーズフィルムプロジェクトの第2回目のシンポジウムとなります。前回はジェンダー格差、労働環境、日本映画のこれからを考えると題しまして、映画界のジェンダー格差と労働環境の課題を議論しました。2回目となる今夜の議題は実態調査と制度設計です。昨今、映画界の性加害や労働環境の問題が顕在化し、連日テレビや週刊誌で取り上げられるようになりました。次のステップとして、この浮かび上がった課題を解決するにはどういった制度があればよいのか、そして同時に何らかの制度を作るにはどういった調査やアクションが必要なのか、こういったことを映画スタッフや監督、そして有識者の方々をお迎えして議論していきたいと思います。本日の配信は一般社団法人ジャパニーズフィルムプロジェクトの主催でお送りいたします。手話通訳とそして文字支援の情報保障もあります。 UD トークの情報は概要欄をご覧ください。ハッシュタグはハッシュタグ日本映画のこれから、日本映画というのが漢字になります。ハッシュタグ日本映画のこれからでお願いいたします。 SNS や YouTube のコメント欄に質問や感想もお待ちしていますので、どしどしお寄せください。まず主催であるジャパニーズフィルムプロジェクトに略して JFP のメンバーでもあります近藤かな子さんと映画監督の白石和也さんにご登場いただきます。どうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとご紹介していきます。白石さんです。現在最新作死刑に至る病が公開中です。そして今後も作品が続々と控えていらっしゃいます。撮影現場でのハラスメント対策に積極的に取り組んでいらっしゃいます映画監督の白石和也さんです。白石さん、一言お願いします。白石です。よろしくお願いします。本当にこうやっていろんな方が声を上げてくださって、今日本の映画界すごい過渡期に来ているのかなというふうに強く感じています。なんか少しでもちょっとみんなといろいろ考えて、今後の日本映画界よくできたらという思いで参加することにしました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。今回の主催 JFP の近藤かな子さんです。近藤さんはもともとフリーの助監督でいらして、どういったキャリアを積んでこられたのか、ちょっと簡単に教えていただけますか。はい、私は12年前にも現場を離れてしまったんですけども、きっかけはそれは子供ができたので、働けなくなってということでした。で、それまでは大学生の頃から映画の装飾部とか、小道具をやったりしつつ、卒業した後は助監督として V シネとか小さい作品から、東宝とかの大きな作品まで一通りちょっとサード助監督としてお仕事させていただいて、で、当時からやっぱり働き方の問題、すごくハードな労働環境っていうのは問題だなと思ってましたし、一緒に働いてる人たちもみんなどうしたらいいんだろうねっていうふうに言ってたんですけど、12年経っても状況はあまり変わってないっていうのも私も感じてまして、そんな時に去年のですね11月に JFP が行った第1回目のオンラインシンポジウムを拝見しまして、私ができることが何かあるとしたら、ここで自分が現場で経験したこととか、今現場とつながりも多少ありますので、そういったことから伝えていけるものがあるんじゃないかなということで JFP に、今年の初めから参加しております。ありがとうございます。実体験がおありの方がですね、問題意識を感じて活動していらっしゃるというのが心強いです。さてですね、いろいろ本題に入っていくんですけど、その前にですね、白石さんと近藤さんにご意見を伺いたいんですけれども、本当にこのところですね、映画界での性被害という問題が浮き彫りになってきています。このことに関してですね、現役のですね最前線にいらっしゃる白石監督、どのようにまず受け止めていらっしゃるかお聞かせ願いますか。いや、もう最初にその出た時は本当衝撃を受けたというか、日本でも実際こう具体的にこういうことをしている人がいるんだっていうことをやっぱ強く感じて、強い怒りを感じたということと、あとやっぱり声を上げてくださった人がいるから今のこの流れができているので、その人たちはやっぱ孤立せずに、
みんなで声を上げて守るっていうことが重要だなということと、あとまあこういうことが起こるといろんな形での報復がやっぱり心配されるので、うん、そういうことはもう絶対に許してはならないというような思いを強く思いましたね、はい、重要な視点だと思います。近藤さんはどのようにお感じですか？そうですね、まず最初に声を上げてくださった、まあ、方々、続いて声を上げている方々の、まあ、勇気に感謝するとともに、まあ、告発されてもそれで告発をしてもそれが何か救済されたわけではないですよね。まだ痛みの中に皆さんいらっしゃると思うので、寄り添いながら、どうしてこんな風にここまで見過ごされてきたのか、見て見ぬふりを私たちはしてしまったんだろうか。で、まあ、そういう構造が起きたのはなぜなのかっていうことをきちんと見つめ直してですね、起きないようにしていく動きを、JFP の方でもいろんな調査をもとに、推し進めていけたらなと思っています。はい、ありがとうございます。本当に日本の映画が大好きで、まあ、いつも楽しみにしているというファンの方々のためにもですね、課題を、まあ、共有してですね、解決に向けて動きたいという思いが伝わってきます。ではですね、今日の流れをまずご説明したいと思います。本日の進行はこちらのようになります。まず大きく3つに分かれていまして、JFP が実施した調査結果、これ実態調査なんですが、ジェンダー格差、そして労働環境に分けてご紹介いただきます。で、映画の、まあ、この映画界の実態が少し見えたところで、次は2番目、どうすればこれらの課題を解決することができるのか、制度設計について議論していきます。そして今回は、相談窓口、そして契約書と透明性、業界団体とお金のこと、この3つを主に考えていきます。そして3番目は、視聴者からの質問コーナーも設けます。YouTube のですね、今のコメント欄に質問やコメントなどぜひお寄せいただければと思います。リアルタイムでこちらご紹介して答えていきたいと思っております。さて、今日の目次をご紹介した上で、こちらの方をご紹介いたします。京都大学大学院人間環境学研究科教授、そして日本の映画産業や映画文化に貢献した女性の活動や作品を発掘して、これを紹介していくプロジェクト、日本映画における女性パイオニアも昨年公開されています、木下千佳さんです。木下さん、短く自己紹介お願いいたします。ご紹介ありがとうございました。木下千佳と申します。どうぞよろしくお願いいたします。すいません。私は日本映画史を研究しておりまして、それで、まあ、とりわけジェンダーと、映画史、映画の関係ということで、それで、まず一つには、Me Too運動にも興味を持ちまして、それで、まあ、ちょうどまで多分2018年ぐらいなんですけど、日本にはどうしてあんまり運動が起こらないのかなというようなことを考えていました。で、それもあったので、ちょうどこの3月に声を上げた方がいらっしゃって、それに対しては、まあ、映画研究者として、まずその性被害に対して抗議して、加害に対して抗議して、声を上げた方へのサポートということで、声明文を発表したんですね。で、まあ、そういう中でも、なるべく何か私たちで研究者って現場を知らない人が多く、私もそうなんですけど、何か貢献することができれば、で、今日はいろいろ皆様のお話を聞いて勉強したいということもあって、参りました。これがその声明文なんですけれども、まあ、その中でも何かの役に立てればっていうような感じです。で、まあ、あとはもう一つは、その他いろいろ映画史とかについての関心もあるんですが、それは流れの中でもし出てきたらば振っていただければという感じで、あと、最後に私、一番今まで研究してきたのが、溝口健二監督で、で、もちろん素晴らしい映画の作り手なんですけれども、一方でなんか、映画におけるこう、パワハラが、なんか神話化されて、これでこそいい映画ができるみたいな時に一番名前が上がる人でもあるんですね。で、ちょっと2016年に本を書いた時に、ちょっとなかなかそこまで考えられていなかったところがあるので、まあ、現場のお話なんかも聞きながら、そのあたりについても考えを深めていければなと思います。それもあってまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。
私もあの木下さんのその女性、日本映画の女性のパイオニアのホームページを事前に拝見しましたけども、あのジェンダーをこう研究している立場からすると非常に興味深い、知らないことたくさん出ていますので、あのご覧の皆さんもぜひ一度覗いていただきたい。あのこちらですね、スクリプターとかね、あのファッションの分野とか、いや本当に面白かったんで、ぜひあの皆さんもご覧ください。では、あの、近藤さんの方から進行していきたい、いただきたいんですけれども、まあ、この最新のジェンダー格差の調査結果の発表をしていただけるということで、はい、図を示しながらどうぞお願いいたします。はい。JFP では映画界の課題解決のために、あの、調査研究をして、まあ、あの、提言を行っていこうということで活動しているんですけれども、まあ、その調査の一環として、映像業界のジェンダーギャップ調査の映画界のですね、職能団体編ということで、ちょっと職能団体っていうと、あの、映画ファンの方々とかは聞き慣れないかなと思うんですけど、あの、いわゆる日本映画監督協会、撮影監督協会という、あの、各現場スタッフ、フリーランスの現場スタッフの、まあ、技師レベルの皆さんが、入会している協会ですね。の、まあ、そうしたもの名簿が公開されてますので、そこの、ジェンダーギャップを調査いたしました。はい、でこれがあのちょっと次のページをお願いします。で、あの各協会は協同組合ということで労働組合ではないっていうことをちょっと皆さんに最初にお知らせしておきたいですね。労使交渉を行うようなあの労働組合ではなくってあの、うん、まあ、互助会といいますか、うん、会費を払ってあの機関誌を発行していたり交流会があったり、うん、あの技術的な情報共有とか、まあ、いろんな労務関係のフォローとか、そういう感じでサポートし合っている団体ということになります。はいはい、でその調査から見えてきたこととしてはあの日本映画監督協会なんですけれども女性監督若手監督の多くが、まあ、入会してないっていうことですね。所属をしていない任意団体なのであの、うん、入りたい人は入るということなので、白石さんも入っていらっしゃらないですよね。入っておりません。入っておりません。はい。はい、当然、知り合いの監督とか、あの先輩たちもたくさん入ってるんですけど、入ってないですね。そうですね。なので、あのこれは入る、入らないは、あの映画監督の皆さんも自由に。あの決めていらっしゃることなんですが、うん、あのホームページで名簿も公開されているのであの拝見していただけると分かるんですが今あの皆さんが名前を思いつくような女性監督の皆さんというのはほぼ入っておられません。はい、うん、そうですね。で、まあ、あの総数555名に対して女性会員が26名と 5% 以下の女性比率で平均年齢が66.5歳となっています。まあ、こういう感じですね。これ、まあ、あの詳しくはあの追ってきちんとあの JFP のホームページで皆さんご覧になれるようにするんですけれども、あの、うん、どの協会もですね、かなり女性比率が低いっていうことが分かりました。うん、なるほど。今左側、右側のこれ、女性会員比率ですね。はい。はい。映画監督協会、日本映画撮影監督協会、でこのと照明、録音と技術パートは、うん、まあ、ちょっと低めになっています。はい。これは、まあ、あの、そうですよね。なんか、あの、入ってらっしゃらない人が結構多いから、こうなってるわけではなく、ね、あ、それもあるんですか。でも、実態として、白井さん、実態としてこんな感じっていう、感じですか。そのちょっと私も衝撃的なんですけれども、撮影現場においてはですね、例えばその撮影部だったり照明部だったり美術部だったりで、その技術パートに関してはあの女性の比率はこの数字よりは実感としては全然多いですね。はい、あの助手の方とか、はい、ただその技師になるとかその立場が上になっていくに従っても圧倒的に少なくなっていくという強い印象は同時に持っているので、まあ、この技師になってこの教会に例えば入るっていうようなことで言うと、まあ、こういう数字なのも強く名付けるというところはあると思います。なるほど。今おっしゃってるのはこうピラミッド型になっていってるっていうようなそういう構図ですよね。あ、なるほど。まさにそういうことですね。はい、うん、あの
近藤さん、他にもお知らせしたい数字はございますでしょうか。今、途中になってしまいました。大丈夫ですか。いえ、大丈夫です。そういう形で入会している方も、少ないですけれども、うん、実際これほとんどですね、ボスになった人が、教会に入ってるわけですね。助手の皆さんっていうのは入ってないわけです。撮影部に関しては、撮影監督協会に関しては青年部っていうのがあって助手が入れるシステムがあるんです。他も用意しているんですけれども、入会されている方はかなり少なくって、いわゆる現場を支えている助手の皆さんがどっかに所属して情報共有したりするっていうところが全然ないっていうことなんですね。もうちょっとさっき最後早送りしたところをもう少し見ることってできるんでしょうか。ちょっと今、そうですよね。じゃ近藤さん、なんか補足することある。ここは見ましたよね。4.68 ですよね。そうですね。この後、ちょっと編集部さんとか、美術部さんとか、脚本ってなると、少し女性の比率上がってきます。またスクリプターさんはですね、ほぼ全員女性です。はい。はい。ほぼ全員。それはもう。なんか理由があるんでしょうかね。なんか木下さん、これスクリプターが女性っていうことってやっぱりもうなんかそうですね、伝統的に女性の職っていう風に陶器映画に音がついた時に導入された職種なんですけど、1930年ぐらいですね。でその頃から伝統的にずっと女性であるだってことになってて、ただ松竹の大船だけは助監督がやったっていうふうに言われてて例外なんですけど、うん、なの で、徒弟制度でお師匠さんについてこう技術を学んで、で一人一本立ちになってっていう形なんですが、なぜか女性であるっていうことに、ただこれ海外もそうで、スクリプトガールっていう言われ方がされたこともあるように、別に何ら女性でなければできないことはないと思うんですが、伝統的に日本映画業界ではとりわけ女性が担ってきた職種であると思います。確認なんですけど、スクリプターさんっていうのはその映画のこうセリフをのそのスクリプトをこうなんかこう記録するお仕事って理解したらいいんですか。なんか、現場の方が一番よくご存知だと思うんですけど、本当に、セリフに限らず、すべて、なんか、どこまでこのカットがどれぐらいの長さで、その時、例えば、ビールにはこれぐらい入ってたから、次のカット、もう一回撮るんだったら同じぐらいないといけませんとか、それが間違ってると、つなぎ間違いとかいうことになっちゃうので、とか、それすべてを記録したり、シナリオでどこを言い換えたとか、そういうことも全部記録したりっていうことで、で、それをもとに編集も行われるので、まさに現場と、編集とか音とかそういうのをつなぐすごい重要な役割だと思います。白井さん、そういう記録をされている、スクリプターさんが、女性が多いっていうのは、なんかなんでなのかとか聞いたこととかご存知ですか。でもやっぱりその映画自体伝統的にやっぱ男性社会で、男性の監督が多くて、その記録さんっていうのは基本監督の横にいて、編集部へのメッセージを、今木下さんおっしゃってくれたように、ここをこうしたいって、そのカットではわからないいろんな部分があるんですよね。だからそういうものをメッセージとしてこう伝えるのに、まさに監督のマネージャー的な、現場のマネージャー的な意味合いもすごいあるので、女性の方が、いいだろうみたいな多分ニュアンスで、女性がつくことが多かったんだと思います。今もう本当 CG だったりとか、いろんな結構記録スクリプターの仕事も昔よりすごく増えてるというか、受け持つ部分がですねっていう印象はすごいあります、ね。なるほど。ちょっとテレビの話で言うと、私もテレビ の業界も男性が多い職場ではあったんですけども、タイムキーパーさんだけがほとんど女性なんです。もう男性のタイムキーパーさんを見たことがなくて、で、なんでなんだろうってちょっと聞いたことがあるんですが、昔はその男性中心だったので、男性の声ばかりで番組進行をやっていくので、タイムキーパーさんが女性の声だと目立って聞きやすいっていうことで、女性だけになったっていうストーリーを聞いたときに、なんかこう男性社会のこう裏返しはこういう職場に出てくるんだなと思ったことがあります。これはちょっとテレビの話で恐縮なんですが、そこでですね、アファーマティブアクション、つまりですね、この
こう強制的にこういうことをやっていこうというアクションについて、木下さん、こういう実態を踏まえて何か取り組んだ事例とかがございましたら、研究者として教えていただけるとありがたいんですが。そうですね、まあ、完全にこう私が知ってる世界のことになってしまうんですけど、日本映像学会という学会に私も所属していまして、研究者として、研究者とあと、映画の制作を割と実験映像を中心に制作してる、作り手の方もいらっしゃるんですけど、そこで、2020年から、会長が斉藤彩子さん、明治学院大学の斉藤彩子さんになりまして、で、なんか、意を決して、委員会大きな、まあ、例えば雑誌を出すとか、集会を開くとか、様々な分野があるんですけど、あと、その3分野の長が全員女性になったんですね。で、今までほとんど女性がそういう上に立つことがなかったんですけど、やればできるっていうことで、非常に雰囲気も変わりました。でも、それを多分支えてるのは、多分、ここ10年、20年、今世紀に入ってから女性の研究者のとか作り手の底上げがされたので、それでやっぱり人材が育ってたっていうことがあるのかなと思いますが、すごく雰囲気が変わると思います。なので実際行われててすごい男社会だったので、映画研究も世の中にはそういうこともあるっていう、はい、でも近藤さん、やっぱりこうやって調査をして、数値化してみんなに可視化していくっていうこと重要ですよね、はい、そうですね。もう一つ見ていただきたいグラフがあるんですが、日本映画制作者連盟というところがありまして、まあ、業界団体の一つなんですが、大手のですね、制作会社、制作配給を行っている大手4社が、映画制作事業の健全なる発展を目的とし、会員化の不正公正防止、海外輸出の促進、国際映画祭の参加などなど行っている機関なんですけども、ここの加盟している4社の役員、執行役員まで発表されてますので、執行役員までの女性比率っていうのをこうちょっと可視化してみたんですけれども、まあ、ちょっとびっくりするほど少ないかったです。はい。ここは、ですから、なんて言うんでしょう。日本映画の中でも、意思決定層にあたる、まあ、ところですよね。まあ、そこの女性の比率っていうのが、まあ、びっくりするほど少なかったっていうのは結構衝撃だったので、まあ、今、現場で女性が増えてきているっていうことの先に、まあ、そこは、ここは、直接つながっているところではないですが、底上げの先にですね、アファーマティブアクションということで、こういうところから本当にトップダウンから変わっていくような、やり方っていうのも一つあるんじゃないかなというふうには思っています。こういった形で JFP では、ジェンダー調査、いろんな場所のジェンダー調査を行っているので、去年も、映画監督の女性の比率だったり、現場の人の女性の比率をジェンダー発表したんですけども、今年もですね、7月の頭、6月の末か、ちょっとまだ日程は決まっていないんですが、制作現場におけるジェンダー調査発表っていうのも今準備していますので、こちらもぜひ発表したら見ていただければと思います。で、そうしたJFP では、量の調査ですね、いろいろグラフ化して、それを見える化していくこととともに、質的調査ということで、コラムも、この前発表させていただきました。で、これが、2月から3月にかけて、9つのパート、11名の女性スタッフの皆さんに、匿名インタビューという形で、まあ、グループインタビューを複数回に分けて行って、まあ、今、実際現場で困っていることとか、こんなことが心配だとかっていうことを、率直にお話しいただいたものをですね、私の方で、ちょっと誰が何を喋ったかわからないように、うまいことシャッフルさせていただいて、こういうふうに、まあ、コラムという形で、6回に分けてお送りしました。これ、JFP のホームページから見ることができますので、うん、はい。白石さん、読んでいただけましたか？いやー、もうめっちゃ読みましたよ、これ。いやー、もうだ僕、映画界入ったら95年とか6年ぐらいなんですけど、それから見ると25、
こう6、7年とか経ってるんですが、うん、なんというかもう、ま、全く変わってない、うん、もうこれはもうだから今まで何も変えられなかった自分自身への開墾の意味もあるんで、本当変わってないなっていうことと、あとその女性目線っていうことで言うと、いかにやっぱり、男性よりもやっぱ辛い思いを現場でしていたんだなっていうことを全く実感できてなかったので、なんか割とこれもすごい、まあ勉強になったっていうとあれですけど、すごいやっぱある意味ショックで、みんなそういうことを思っているのかというようなことをやっぱすごい感じました。あと監督になってからも、ね、立場からもちょっとやっぱり思うところはすごいいろいろありました。これ一応その皆さんまだノートをご覧になってないんで、ちょっと中身をちらっと言って、あ、まあ、近藤さん後で補足していただいてもいいんですけれども、トイレがないってこうタイトルになってましてね、で結局撮影現場にトイレがないっていうことが、男性の場合はそのあたりでちょっと用を足すっていうことができたとしても、女性の場合はとってもトイレがないことが困ってて、例えば生理の時なんかでも大変になると。それで女優瓶ってあるんですか、なんかその女優さんが手を挙げてちょっとお手洗い行きたいってなったら、その瓶が特別に出るから、そこになんとか乗せてもらいたいっていうのを待っているっていうような声が近藤さんありましたよね。そうですね、もちろんスタッフにもちゃんとトイレ行くよって声はかかるんです、うん、はい、もちろんかかるんですけど、はい、その時なんかやってることがあって乗り遅れちゃうとかっていうことはやっぱりあるんですよね。もう必死ですよ。はい、そういったことですね。あと何だったっけな、プライベートがないっていうのはどういうことがありましたっけ、プライバシーっていうか、あ、その辺でもうやっぱり旅館とか宿舎とかでももう雑魚寝しないといけないっていうことで、男性と一緒になってもまあ敷居もないようなところで寝るしかないっていうような、まあちょっといわゆるまあブラックって言ったら恐縮ですけど、まあ、そうですね、本当な労働環境、ね、はい、いつもそういうわけではないんですけど、もちろん、ね、はい、本当に低予算の現場から対策まですごくいろんな、本当に全部違うんですよ、一個一個本当面白いぐらい違って、まあ、違うのが面白いんですよね。白石さん面白いですよね。そう、楽しいところではあるんですけど、たまにすごく辛いっていう時がやっぱりあって、でまあ、プライベートがないっていうのは特に長時間労働で休みがないっていうことですね。そういうことですか。白石さんどうですか、そのやっぱりそらそんな素晴らしい環境のところばかりでロケするわけじゃないので、撮影っていうのかな、そのあたりの現状とのジレンマあります。はい、まあ、撮影ってね、それはみんなその環境をないがしろにしてるっていうことではなくて、みんなその与えられた状況の中で、その例えば個室取れるときは当然個室を取るんですけど、撮影って時には本当山奥で撮影しなきゃいけないとか、山に登ったなんか山荘で撮影しなきゃいけないときとか、いろんな環境がやっぱあるわけで、その中でやっぱりプライベートを作れないっていうような状況はありますが、まあ現場レベルではやっぱりできる限りのことはしようとはもちろんしているところも多々あります。全部が全部とは言えませんけど、ただその状況はそんなにやっぱり昔から変わらないような感じがあります。前なんか聞いたのは、ハリウッドの作品が、これもでも本当に30年ぐらい前の話ですけど、海外から来た時に当然ハリウッドのスタッフは、ホテルに個室なんだけど、日本のスタッフはもう、いや日本のスタッフは雑魚寝で大丈夫ですからって言って旅館に押し込められたとか、それは日本のプロデューサーがそう言って、そういう環境を作ったとか、そういう話はもうでも最近は聞かないですけど、よく聞いたりしてましたね、昔は。なるほど。まあ今やっぱり若い女性だけではなくても、男性もそういう、まあ、現場ではちょっと嫌だっていうようなこともあると思いますし、まあ、いわゆる才能ある若い人たちがどんどんこう映画産業の中に入っていくっていうことを期待するのであれば、やっぱり改善すべきところが多々あるんじゃないかと思うんですが、木下さん、ちょっと今アメリカの話が出ましたけれども、このアメリカの映画システムとかと比べてるとですね、どういうことが、まあ、参考になったりとか、何かそういう視点がございますでしょうか。そうですね、まあ、アメリカももちろん全部が天国ではないとは思うんですけど、組合っていうのはちゃんとある程度できていて、でそれがもちろんディレクター、アメリカだったらディレクターズギルドオブアメリカとか、まあ監督協会じゃなくてディレクターズギルドは、まあちょっと労働組合的な側面も多く、あと、同じように編集じゃなくてですね、
やっぱ有名なのは脚本家のそういうものとか、そういうあの技師クラス以上の人たちの組合もあるんですけど、一方でなんかあのスタッフの人、あのいわゆるこうビローザラインっていうふうに言われたりするんですけど、なんかこれは IATSE っていうんですかね、あのいわゆるスタッフの人たちの組合っていうのが非常に強くてっていうことは聞きますね。ただ最近あの一方で組合に入らない人たちを雇って映画を作ることも可能だし、あの全部がうまくいってるわけじゃないんだけど、そこで例えば最低賃金であるとか、あの労働時間であるとか、そういうことはまず組合がこう交渉していて、でその上で個々のケースについてっていうようなことを聞くんですが、このあたりは後で登場される神林先生の方が実はお詳しいんじゃないかと思いますが、やっぱりあるないでは全部が天国じゃないけれども、そのこうスタジオとかその組とかケースを超えて横のつながりが一応あるっていうのは違うんだろうなっていうふうには思います。冒頭ご覧になってない方のためにも言うと、あれですよね、日本って近藤さん、組合はないっていうね、話でしたよね、いわゆる。そうですね、全くないわけではないんですけれども、うん、はい、企業の中であったりとか、割といろんなとことちょっと一緒くたになっているような形だったりして、実際今現場で働いている人のほとんどというか、まあ、ほぼ全員入っていない。組合に入っていないのではないかと思います。はい、つまり、そういう声とかニーズとかを束ねるっていう土台になるところが、やはり乏しいということが日本の問題点とかにもなっているという理解で、うん、まあ、木下さんの話で浮かび上がってくるんですが、近藤さん、今、その労働実態調査、アンケートをされていて、はい、その最終発表までに中間の報告を今回していただけるということで、はい、ちょっとやっていただけますか。はい。今 JFP では映画制作現場の労働環境改善に向けたアンケート調査ということで、ウェブで匿名アンケートを行っております。で、今500名ほどの回答がありますので、500名時点でちょっと一旦区切って、今日少し参考までに、ちょっと紹介していければと思うんですけれども、はい、6月30日が締め切りですので、もしご覧になっている方で、まだ答えてないよっていう方とか、知り合いに映画の仕事をしていた人がいる方なんか、ぜひ紹介していただいて、もっとたくさんの人にも答えていただきたいなと思ってます。で、今ですね、先ほど紹介した、日英連、日本映画制作者連盟ですとか、職能団体の皆さん中心に、映像制作適正化期間といって、来年の春からちょっといろいろガイドラインをちゃんと決めて、そのガイドラインを、まあ、制作現場のガイドラインですね、時間とか、契約書を出しましょうとか、そういうルールを決めて、それを、申請された作品に対してきちっと守ったところに、まあ、認定をする、お墨付きをつけるという、期間を立ち上げて、で、そういうガイドラインを、現場に適用していこうっていう動きがありますので、ちょっとまあ、その現場の皆さんに、この、適正化期間のガイドラインの内容について、聞いていく形でアンケート調査を行わせていただきました。はい。で、まあ、適正化期間、はい、まあ、あれですよね、この映像制作現場って、やっぱりやたらとその労働環境問題が明るみになってるから、うん、そういう組織を作って、ちゃんとちょっと、まあ、見える化して改善していこうよという取り組みの一環ではあるということですね、うん、このそうですね、はい、もうおとどしぐらい の, 実態調査、経産省の方で実態調査をしたデータをもとに、業界内での取り組みとしてスタートしているんですけれども、うん、はい、まあ、アンケートしたところですね、知っている人の方が少なくて、現場の人ほとんど知らないかったという感じではあるんですが、ただ、この適正化という取り組みに関してはですね、やってほしいと。内容には賛同しているのでやってほしい。またよくわからないけどやってほしいっていう声がもう大半を占めました。っていうのも、やっぱり自由記述欄とか見ていると、とにかく今何にもないから、何でもいいからやってほしいと、とにかくルールを作ってくれっていう声がたくさんありましたね。で、どういった、まあ、内容の、ルールが出されているかといいますと、まあ、就業時、契約書の発行ですとか、1日の、まあ、労働時間をどれぐらいにするっていうこととか、
就業時間、まあ、週1日程度休日を設けますよっていうふうに、こう、いろいろ、まあ、働きやすくなるようにというふうにルールが出されていて、まあ、大方ですね、そのアンケートの、答えとしては、まあ、皆さんやってほしいという、なぜなら今、全然ないからっていうことで、まあ、多くの映画スタッフが、まあ、契約書や就業時間の規則、休日の設定、まあ、相談窓口やハラスメント交渉をやってほしいというふうに答えているという結果が出ています。で、これについて詳しくは締め切り後にきちっとですね、自由回答の方もきちっと専門家の方々にも入っていただいて、調査報告としていろんなところに届けたり、オープンに公開していこうと考えています。まあ、はい、今ね、週間だけでもこれぐらいの数字が出てるんですけれども、まあ、白石さん、どうですか、これ契約書すらないっていうのがちょっと一般の人からすると、映画のスタッフの人が契約書もなしで働いてるのかってちょっと驚きなんですけども。ないですね、これに関してないです、ね、監督と脚本家、あとまあ権利ということで言うと、例えば音楽家とか、あとは一部俳優部、まあ、本当主演、うん、主演クラスの俳優部ぐらいしか契約交わしてないんじゃないですかね。うん、契約っていうのはその労働時間とか、あとその、まあ、お給料っていうか、これに対していくら払うみたいなのはさすがにありますでしょ。あ、そうですね、いくらいくらになってますっていうことはしますけど、はい、あると、その労働条件みたいなところが一切契約がないという理解。労働条件に関しては監督契約の中では多分、明言されてないんじゃないですかね、一味多分ないと思います、ね、うん、木下さん、こういう現状ちょっとそれも驚きなんですが、いかがでしょう。そうですね、驚きなのと、あとそのこれから出るってコラムをちょっと拝見して伺ってて、それとなんか合わせて見てみると、やっぱり契約書が欲しいと思ってる人はすごく多いんだけれども、うん、とりわけ若いスタッフの方とかは、ちょっとこれ書いていただけませんかとか、契約書いただけませんかとかは、そうするとこうめんどくさい子だ、うるさい子だって言われて、二度と話が来るんじゃ、来ないんじゃないかっていう恐怖心があるから、それが言えないっていうのが非常に印象、いろんな方がおっしゃってて、とても印象に残っているので、まあなんかあんま変な文化論にはしたくないんですけど、アメリカとかだと、まあどの仕事でも、そういうこと言わないと逆に馬鹿にされるっていうところがあって、必ずこの条件はどうですかとか、ここを書いてくださいとかいうのが普通なんですけど、まあなんか、そういうなんかこう言うとそれで排除されるんじゃないかみたいなのは、すごくこう見えない大きなプレッシャーになってるんじゃないかなっていうか、温床になってるんじゃないかなというふうに思いました。うん、なんかね、本当なんかびっくりするほど未整備なんだなとちょっと思ってしまうんですけども、近藤さん、やっぱりこれこういう実態を明らかにしていくっていうのは、はい、素晴らしい活動だと思うんですけれども、まあ、こういう活動にもそのまあ金銭面というかお金の後ろ盾も必要ですよね。そうですね、JFP は完全に非営利団体ということで、有志で始めた団体ですので、活動費っていうのは基本的に助成金を、まあ、申請してみたりとかっていう形でやるしかないので、どっかから助成を今お金をもらってやっているわけではないんですね。ですので、活動をですね、賛同していただける方は、ぜひ、クラウドファンディングで、応援していただけたらと思ってます。今、これから先2年分の活動費ですね。2年分の活動費を、ちょっとクラウドファンディングで集めたいなと思ってやっていますので、興味持たれた方は見ていただいて、応援していただけたらと思っております。ね、実際にこうして、クラウドファンディングで資金を集めて、その方々の期待にちゃんと応えるっていうことでもね、やっぱり支援もあれば、活動も必死にやっていくっていうことは両輪で必要だなと感じますね。ぜひお願いいたします。はい、じゃあですね、ここからは、2番目のテーマに移ってまいりたいと思います。制度設計です。ここまでの話で、まあ、これほどの状況なんだということで、映画界、日本の映画界が抱える課題についてちょっと浮き彫りにしてきたわけなんですけれども、まあ、じゃあどうすればこの課題を解決できるのかということで、何らかの制度を作っていく、この制度設計について考えていきます。ゲストをご紹介いたします。
労働経済学がご専門の、ま、日本の雇用のあり方についてお詳しい一橋大学経済研究所教授の神林亮さんです。神林さん、はい、いらっしゃいました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。一橋大学の神林と申します。労働経済学というのを専門にしておりまして、労働に関係する事柄を経済学を使って研究するという、そういう仕事をしております。まあ、いろいろな分野、例えば最低賃金でありますとか、正社員と非正社員の格差の問題でありますとか、そういったことを扱っております。おそらく今日の話題で関わるのは、かつて公正取引委員会で人材育成あるいは人材形成に関する研究会というのが催されまして、フリーランサーに関してどういう労働政策ができるのかということが議論されました。でその中の一つの大きな事例として、芸能関係の方々、美術関係の方々というのが題材になって、そこでいろいろ議論をしたということがあります。でそれが経験としては大きいんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ではですね、その調査の結果について近藤さんにお願いしたいんですが、近藤さん、この実際にですね、労働環境の制度設計についても調査されたんですよね。そうですね、今まあ、性被害の問題皮切りに、まあ、声が上がっているのが窓口が欲しいということです。今フリーランスで働いている現場の皆さん、困ったことがあっても誰に相談していいのかわからない、うん、そうですねっていうのが一番まあ、悩ましいところでもありますので、どういった政策委員会内に相談窓口を設置するっていうのが、適正化機関のガイドラインとしてありますので、それは良いですかっていうことについて聞いてみたところ、まあ良いという人がまあ 30% ほどいまして、ただですね、それを超える 40% の方々が政策委員会内に設置しても意味がないと、誰も相談しないと思う、まあなぜならまあ身内だからですよね。自分の、まあ、組織のちょっと上の人に言うだけだと、やっぱり自分はまたこう潰されてしまうんじゃないか、次仕事が来ないんじゃないかみたいに、やっぱり心配があるので相談しないっていうのがあるんだと思います。でまたそのまあ相談窓口がどういった形かわからないので、何とも言えないという人が 25%、 ちょっと大きく3つに分かれた形でして、そうなんです。ちょっとこの窓口に関して、そのフリーランスの現場の人たちが困ったことを訴える窓口として、まあ、どういう窓口があるといいのかっていうことは議論して、早急にですね、対応していくべきことだと思うんですけども、神林先生。すいません。ね、聞いてらっしゃる方で、一般の方が、その政策委員会っていうのがちょっとわかるかなと思ったんで、白井さん、ね、簡単に、政策委員会っていうのは、その映画の、で今白井さんが作ってらっしゃって今公開中の死刑に至る病だったら、その映画のに制作委員会っていうのができるっていう、そういう理解なんですか？あ、そうですね。一つの映画を作るのに今一社で作ることが、まあ東映とか東宝とか一社で作ることがほぼほぼなくなってまして、制作委員会何社かでお金を出し合って、テレビ局だったり映画会社だったりがビデオの会社だったりとか、なんかいろんな会社が出し合って作るのを、その映画の制作委員会みたいなことで今名称化して呼んでいるという感じです。なるほど。じゃあそこにちょっと相談窓口があったとしても、やっぱりなかなか言いづらい、もうそれこそ身内みたいなもんなんでっていう、そういうこう箱の中になっちゃうんでっていうことなんですね。まあ、制作委員会を作っても、結局はその他の映画に直接出資はしてるけど制作にそんな関わってない会社とかもあるので、うん、そこに窓口つけられても困るって会社結構多いと思うんですよ。結局その撮影現場を請け負っている会社の、まあ、プロデューサーだったりとかっていうところに最終的には行くような話になってしまうので、それは確かにそういうなんか自浄作用みたいなものがあるのかなっていうのは、もう僕もすごい何本か、ホットラインを毎回作るんですけど、ちょっとその現状の日本映画界の限界を感じているっていうところですね。確かに。ありがとうございます。そして、まあ、近藤さん、さっき遮ってごめんなさい。近藤さんから、神林先生に質問がありました。神林先生、先生はご専門ですから、まあ、どういった窓口があると良いのかっていうのをちょっと近藤さんが聞きたかったと思うんですが、先生、いかがですか？はい。これ、今、
政策委員会での窓口というのはあまり機能しないのではないかというご意見が多数あると思うんですが、実はですね、その日本の社会、日本の労働市場でこういう、こう紛争を処理する手段というのは大きく分けて3つの層に分かれています。で、一つはですね、本当に政策委員会の中に作るのと同じやり方です。企業の中で紛争を処理するという、そういうやり方が一つあります。で、もう一方の局がこの3番目なんですけれど、もう政府であるとか行政が出ていって窓口を作るという、これも本当に、裁判所に近いあの形になります。で、あともう一つがですね、その中間にあって、そこに関わっている人たちだけじゃない、で政府でもない、その中間の格好ですね。これをあの私たちは専門用語で中間団体というふうに呼ぶんですけれども、うん、まあ、業界団体であったり労働組合であったり、いろいろな形があるんですが、まあ、こういう中間団体を作ってそこで処理をしていくという、こういう3つの形というのがあの存在をしておりまして、まあ、いろいろ使い分けがなされているというふうに考えるのが、まあ、一般的かなと思っています。うん、近藤さん、じゃあどうでしょうね、何がこうフィットしていくんでしょうね、近藤さん。そうですね、あの神林先生がおっしゃってた通り、その3つの、まあ、バリエーションというか、うん、たくさんあれば選べますよね、でも。なんていうか、そういうことですね。はい、そうですよね。自分のその悩みに応じて、うん、まあ、あの身近な人に聞いてもらいたいとか、この状況を今すぐ解決したいっていう意味で、企業内というか、その政策委員会とか、身近なプロデューサーに相談するっていうパターンもあれば、もう本当にこれは法的な問題に、うん、あの、として解決すべきっていうときは、まあ、その政府や行政の、まあ、それこそ、あれですかね、法テラスとかそういうことなんですよね。はい、そういうことです。で、あの、うん、今、近藤さんがおっしゃったように、あの、問題の種類っていうのはいろいろあるんですね。うん、で、今、とりあえずちょっと不満に思ったので、ちょっとこの辺すぐ改善してくれないかっていう問題から、これはちょっといわゆる正義に反するだろうっていうような、うん、そういう話までバリエーションがいっぱいあるんです。で、それぞれのバリエーションの位置に応じて、どういう人が介在するのか良いのかっていうのが違っていて、日常のことであれば、実は日常一緒にやっている人たちが、みんなで話し合ってこういうふうにしましょうっていうふうにあの解決するのが実はあの早かったりすることがあるんですね。で、そうではなくて、もうこれは社会的に正義の問題なんていう話になると、もう日常的にあの付き合う、お付き合いする方々だけではなくて、もう本当にこう公正な第三者っていうのが入ってこないといけないと。で、こういう窓口の種類によってあの得意な類の問題というのが変わっていて、自分があの考えている、感じている問題っていうのは一体どういうふうに解決してもらうのが望ましいのか、自分にとって、望ましいのかっていうのを考えて自由に選べるということが理想形ということになります。で、ただ、時間と費用はかかるということですね。うん、で、皆さんお忙しいということもありますし、特にフリーランサーの方々はあの収入と直結しますので、で、そういう場合というのは、あの必ずしもこの3つのルートっていうのを自由に選べるわけではないんですね。ただそのことはあの日本の社会ちゃんと認識しておりまして、で、もし仮になんてこう時間もないしお金もないから、あの本当はこれは裁判的なあのことで公正な方に、見てもらわないといけないんだけれども、そういうことをやっている余裕はないということに関して、あの先ほど近藤さんがちらっとおっしゃいましたけれども、弁護士会がですね、法テラスと呼ばれるものを各都道府県に作っておりまして、あの、まあ、お金を貸してくれるといいますか、融資してくれるといいますか、とりあえずタダで、こう相談を受けてくれて、で、それで、こう本格的な紛争になりそうになった時にはお金を貸してくれる。で、勝った時の、こう賠償金で、それを賄うというような、まあ、そういうシステムも、うん、あの作られてきております。まあ、なので、このあたりはあのどんどんこう
なんて言うんでしょう、積極的にですね、利用していくという姿勢も必要なのかなと思います。うん、私、現場のね、白石監督に聞きたいんですけれども、まあ、やっぱり、今起きてるやつって、監督と女優とかね、監督とスタッフっていう、その明らかにこの上下関係があって、まあ、そういうところでハラスメントが起きたり、暴力が起きたり、性加害が起きたりとかっていうようなことを今、まあ、昨今問題になっているんですけれども、まあ、こういう中で、組合もないっていう、要は自分の声をこう束ねてくれる土台がなくて、まあ、個人で相談しようってなると、まあ、結構その映画業界の中でね、こう、まあ、狭い世界といいますか、まあ、なかなかやっぱそういうことをするのには勇気がいるというか、窓口はあれども、なんか使えるかどうかってなると、まだハードルがあるんじゃないかなとちょっと思うんですが、白石さん、そのあたりはどうでしょうか。いや、でも本当にハードル高いと思いますし、その結果、辞めてった人っていうのもすごいやっぱ多いですから、で今この、3つの中でいうと、その業界団体での窓口と中間団体っていうのが、ちょっと僕の知る限りほぼ映画界って あんのかなみたいな感じでもあるので、まずそのこの3つをやっぱ作りたいなっていうのはありますし、本当特に 性被害の問題ってやっぱなかなかこの例えば3番に行くのもすごいハードル高いし、まあ、っていうかどのパターンでもハードルすごい高い非常に難しい問題だったりもするので、本当にここをどう解決していくっていうのはもう本当早急な課題なんだろうなとは思いますね。うーん、木下さん何かどうでしょう、何かこう解決策の一助になるようなことって、まあ、海外の事例とか成功例とかもあるかもしれませんが、いかがでしょうか。つかこうご質問とかしたいのが、例えば性加害とかそういったか相談の問題だと、まあ、私自身大学で相談窓口をやっている、5年間やってるっていうのがあるので、ちょっと違うとはいえ、でもまあ結構似てる部分もあって、個人的な人間関係、師弟関係とかの中でしばしば、うんうん、被害や加害が起きがちであるって言ってのも似てると思うんですけど、まず第一に、とりあえず窓口は絶対あった方がいいとは思います。なんかどこかに行けば話を聞いてもらえるかもしれない。ここ以外のなんかこう出口があるっていうだけで、違うので、あった方がいいとは思うんですね。ただ、あと、まず最初になんか、とりわけ性加害とかの場合だと思うんですけど、どれが適正な対処法かっていうのが、本人にとってものすごく重い事例であっても、例えばただちょっと言われただけじゃないの、口で言われただけでしょとか言って、言った先でそう、扱われない可能性とかはないのかなっていうこともあります、一つには。それはなんかどうなんでしょうか、神林先生。神林先生。ご指名ということでよろしいんでしょうかね。そういうことは多々あります。なので、難しいんです、この問題。で、それで、日本の場合は、今見たように、さすが、白石さんがおっしゃったように、この業界団体であるとか、中間団体での、スクリーニングっていうんでしょうかね、問題をこう引っ掛けていくっていう、そういう体制が非常に弱いんですね。でもうゼロか一かじゃないんですけれど、企業の中とか組織の中で決着をつけるか、それとも出るとこ出るかみたいな、そういう両極端な紛争処理の形が取られているというのが、まあ、典型的な事例です。それで、まあ、各所でですね、この中間的なものを作っていかないといけないのではないかという運動が あちこちで起こっておりまして、実は公正取引委員会で、その人材に関する紛争処理というのが話し合われた時も、まさにこれが問題になって、ぜひその業界団体でボードみたいなのを作ってですね、そこで紛争が処理できるようにするべきだという、そういう意見もきちんとついております。で、ここが、これから先、日本の社会で発展していかないといけないところなんじゃないかと思っているんですけれども、先ほどのアンケート調査のように、
こういうところには人が、なんていうか入ってこないですかね。その辺の問題がやっぱり根強いのかなというふうに思っております。うん、今、まあ、先生、その、やっぱりここが重要なポイントだっていうご指摘は非常にまあ、重く受け止めないといけないと思ったんですが、今だとこの3つあるうちの、まあ、3番目の、その、いわゆる裁判に近いような弁護士、ね、法テラスとかっていうのだったら、まあ、無料の相談もできたりするし、まあ、今だとですよ。今まさにこういう問題が浮き彫りになってて、私もこういう被害に遭ったし、声を上げたいっていうような人だとすると、まあ、なかなか狭い業界内だったら、業界内の相談っていうとすぐ広まっちゃって、ちょっと怖いし、勇気はそれそこまでないし、握りつぶされたら困るっていう心配をする人もいると思います。だから、まあ、やっぱりちょっとないっていうところが、これ早急に解決する問題なんだなというのはすごく思いましたね。なんか、そのあたり、白井さん、なんか、こう中からもそういう声がたくさん上がっていくっていう動きにならないですかね。うん、いや、していかなきゃいけないだろうなとは思いますね。ただこの1番にせよ2番にせよですね、その撮影現場ってやっぱ狭い世界なので、誰が誰に何を言ったかっていうのも詮索するまでもなく、もう一目瞭然で分かるような世界なんですよ。なのでこれはもう何ていうか報復は絶対何にもつけても許してはいけないっていうようなことが、もう超大前提にないと、まずこれはもう、それはもう何でしょうね、この業界全体としてもそうですけど、本当それだけは許してはいけないみたいな、まず前提をまず作ってから、こういう中間団体、そして、で、相談しやすくなる環境を徐々に作っていくっていうのは必要かなとは思いますね。確かに。ありがとうございます。あ、近藤さん手を挙げてらっしゃる？大丈夫ですか？はい。はい、そうですね。JFP の方でも、今、韓国の、映画に特化した男女性平等センターって、相談窓口が、に特化した機関があるんですね。それは、韓国のコフィックという団体で、お金を出して、あとは女性監督の、女性映画人の会というところがお金を出して、韓国で MeToo が盛んになった時に立ち上がったので、まだ4年ぐらいらしいんですけど、ハラスメントの研修だったりとか、相談窓口っていうのを、映画の人じゃなくて、専門のカウンセラーさんとか、専門のそういう、ジェンダーについての知識がある人が受け負っているっていうのがあって、そういった、他の国のですね、機関も含めて、今ちょっと JFP でもいろいろ情報を調べていたりとか、あとそのアンケートの結果でどういうふうなものが望ましいっていうか、こういうのがやるのがいて、まあ、ここでも本当に紹介しきれない山ほど今声が集まってますんで、自由記述欄もきちんと全部調査して、分析して、まあ、こういったものが必要なんじゃないかということを今後訴えていければなと思っています。まあ、本当に今一気に海を出していく期間かなとか、なんとなく今の動きを見て私はすごく感じています。じゃあですね、その海の一つでですね、先ほども出ました、契約書について移っていきますね。契約書と透明性についてということで、近藤さんは今回ですね、アンケートの結果でも、契約書や発注書っていうものが必要だという意見がもう圧倒多数だったというふうに聞いていますが、はい、どんな結果でしょうか。はい。適正化機関の方でですね、全スタッフ、社員、俳優を除く、契約書は発注書の発行を義務化する、どう思いますかっていうことに対してですが、88% の人が必要ですというふうに答えています。はい。で、これは本当に、コラムの方で女性スタッフの方にインタビューした時も、うん、何が困ってますかって聞くと、一番最初に、契約書がないんですっていうのがあって、やっぱりみんなおかしいって思ってたけど、何十年もそういうものだっていうふうにやってきているので、やっぱり言えないっていうのあったと思うんですよね。白石さんもずっと変わってなかったってね、おっしゃってましたけど、神林先生に聞きますけれども、まあ、この実態を受けて、こう、透明性を上げていくっていうことがいかに重要なのかっていう、ここ、ポイントですよね。もう、これは必須ですね。で、やはり何か起こった時に契約書がないと、何も進まないっていうこともあると思います。で、そういう、こう、何かを準備するためのことに対して契約書というのも必要ですし、自分がどういう仕事をすればよいのかということについても、契約書があった方が分かりやすいですよね。で、何言われるか分からない、事後的に。なんか、とりあえず現場には行くんだけれど、そこで
何でもいいからやってくれっていうふうに言われるっていうのは、やはり自分の専門のその技師として、あるいは専門の俳優として、専門の監督として、こうやっぱりこう作り方がちょっとやっぱり変わってくると思うんですね。で、そういうところも含めて、その契約書とか何かをきちんと作っていくというのは必要なことだろうと思います。なるほど。その本人のね、スキルアップとかモチベーションにもつながる、はい、まあ、重要な話ですよね。木下さんにも伺いたいんです。木下さん、その映画の、まあ、研究者であったり、その映画界の女性誌のご専門ですけれども、この点いかがでしょうか。そうですね。まあ、残ってたらよかった、あったらよかったのになっていうのはありますけど、なかなか、まあ、技師さんとかに、まあ、これ男性の方ですけど、お話伺って、大手の5社のうちの1社とかで働いてらっしゃる方でも、契約書とかないんですかって言うと、まあ、事例はあるみたいなんですけど、契約書はないみたいなこともよくありますし、お給料とかをもう新聞記事とかに載ってるとお給料がだいたいわかるとか、そういう感じなんですね、研究でも。で、やっぱりなんか、なんか一番研究が進んでるのがアメリカ占領期って言われてて、なんかアメリカだといろんな結論、みんな手紙とかにしたり、記録とか、議事録とか作ってくれるので、そこに残るとか、まあ実は日本、あと、もちろん労働者の側もそうですけど、雇う側も本当はいろいろ残して公開してくれるといいんですけど、ただ実は結構意外と神話的に言われているほどどんぶり勘定とか、こう金庫に現金が詰まっててそれをガーって掴んで映画作ってたとかいうのは、まあちょっと神話的なもので、必ずしもそうじゃなくて実は結構残ってるんですよっていう話も聞きますけど、そういう全体にもちょっと透明性が高まると歴史にもですし、でももちろん今現在も必須かなと思います。あと白石監督、聞きたいんですけど、やっぱりこれ映画の制作のこう仕組みというか構造的な問題、いわゆる契約書がない、これがずっとほったらかされてきてるっていうのは、なんか構造のようなものあるんでしょうか。そうですね。まあ、そもそも日本撮影部の中の助手にしても、演出部にしても、制作部にしても、割と仕事の内容がはっきり分かれてないっていうのもあるんですよ。それぞれがやっぱりそれぞれを持ちつ持たれつでやっている部分もあるので、あなたの仕事はまあ大まかにはこれですよっていうこともあるんですけど、多分現場行くとみんな日本人は働き者なんで、他のこともカバーしながら、持ちつ持たれつでやっているっていう部分は非常にあるっていうのが一つと、あと撮影が開始される本当ギリギリ2ヶ月ぐらい前まで本当にインできるのかできないのかわからないっていう状態っていうのもまあまああることで、もう下手すると1ヶ月前でもまだ本当にこれインできるのかねってなってる、ちょっと予算が集まってないとか、そういうような状況もやっぱ多々あって、まあそれ制作委員会になってから、一社でやる場合はそんなことないんですけど、制作委員になってから本当は目標をこんだけ集めなきゃいけないけど、今その8割しか集まってないとか、そういう状況も多々ある中で、一人一人とじゃあちゃんとお金の話を、まあ、しきれないとか、あわよくば曖昧にしといてダメだったらごめんなさいって言おうとかっていうような、やっぱりプロデューサーなりのやっぱ整理が働いての結果だと思いますね、これは。あと白井さんなんかはこうあれですかね、ネットフリックスとか、まあそういう、こう、もう全然こう海外の日本映画とか、また別のですね、やり方とかもご覧になってるとは思うんですけれども、やっぱ日本映画特有の問題っていうのはあったりするんでしょうか。いや、単純にですね、これ監督やってても時々思うんですけど、今作ってる映画がいくらの作品で、どんな予算組になってるかっていうのはもう本当わかんない時あるんですよ。で、今なんかプロデューサーから一方的にこの、じゃ例えば美術の予算これだけねってみんなに渡されるんですけど、それが今作ってる映画に対して適正かどうか分かんないことがやっぱあって、で、まあネットフリックスさんとかだと確かプロダクションフィーといって、今回のプロジェクトに対してあなたたちの取り分はこれだけねって決めて、で総予算の残りのお金はもう作品全部使い切ってくださいみたいなメールを会計をしてるんですけど、
まあ、映画、他の今までの日本の映画の作り方って予算がそもそも曖昧な中、とりあえず現場これだけでクランクアップまでやってねっていうことでプロダクションに渡されて、あとはそのプロダクションがどう利益を取るかっていうのはやっぱ自助努力なんです。予算をただただ抑えていくっていうか、で毎回枕言葉のように今回予算がないんであなたの給料8掛けでお願いします、7掛けでお願いしますっていう、その予算を受け持つ人とこの現場のスタッフとの信頼関係がもう何十年も崩壊したままっていう状態が続いていて、その割にはプロデューサーがその僕らの給料を削ったお金でいい車を乗ってたりとかするともうちょっとどうなってんのっていうことが延々と続いてるっていうのが現状ですね。これちょっと神林先生に聞きたいんですけど、これ何かに違反してるっていうか、これどう、なんかこう法的に問題とかもあるんじゃないんですか？まあ、自分は、経済学で必ずしも法律の専門家ではないんですけれど、微妙だと思います。で、それはどうしてかというと、やっぱり費用の負担であるとか、その仕事の内容というのは、やっぱり現場裁量で決められるべきだっていう考え方っていうのは、日本社会にやっぱり熱いんですね。で、そうなると、いくら契約でですね、事前にあなたにはこれだけ払いますよっていうふうに書いてあったとしても、事後的にですね、いや、それ事情が変わったんで、そこまで払えません。なので、これで、我慢してくれませんかっていうようなことっていうのは一般のビジネスでも結構頻繁に起こるんです。で、それが非常にフレキシブルに、過度にフレキシブルになっているっていうのが多分映画界の事情なんじゃないかなというふうに思います。で、そこがですね、自分がちょっと白石さんのお話を聞いてて気になったのが、その1ヶ月前になってもインできるかわからないっていうような状況が生まれているというお話があったんですけれど、やっぱりこれは過度にフレキシブルなんだと思います。逆に言うと、1ヶ月前にでインにするなできるかどうかわからない状況からインできちゃうっていうのは、通常考えるとやっぱり異常ですね。誰かどこかに、例えばずっとこう準備しておいてね、仕事ないかもしれないけど呼ばれたらちゃんと来てねっていうような人たちがいれば1ヶ月でインできるっていうようなことがあるかもしれないんですけれども、それじゃあ仕事なかったらその人たちどうするのっていう、そういうことがやっぱりあると思うんです。で、なのでやっぱ契約書をきちんと書いてないということは、多分これ裏腹になっていて、因果関係がおそらく逆になっていて、契約書書かなくていいからそういうことができるんですよね。で、だから最初に契約書を書いて、もうこれはこれできっちりいくっていうのを最初に決めておけば、逆算してちゃんと準備をすると思いますので、普通のビジネスであればそういう点もあるんだっていうことは意識なさった方が、この業界にとってはよろしいかなというふうに思いました。すごい鋭いご指摘だと思います。近藤さんはね、元本当に現場におられたっていうことで、はい、現場の事情もね、十分お分かりだけれども、これ聞いていかがですかね。そうですね、はい、やっぱりその現場スタッフレベルでも、なんか自分は全然お金の話してもらえてないのに、プロデューサーはね、まあちょっと豪華そうな感じで暮らしてたりすると、なんかもうすごくいたたまれない気持ち、なんて言うんでしょう。腹が立ったりすることってやっぱすごくあると思うんですよね。そういう信頼関係のベースになることがおざなりにされたままなのに、一方的に信頼関係で仕事をしてくれと言われるわけですよね。すごく、辛いことだったと思いますし、そう分かっていながらでも解決できなかった問題でもある。やっぱり契約書を作ってくださいという一言がどれだけ、こんだけ言いにくい業界だっていうことですね。なので適正化でその契約書やっていくっていうのは絶対やってもらうべきだし、みんなやってほしいと思ってると思います。ただこれ私アンケートでも結構回答でもあったんですけど、俳優を除くってなってるんですよ。俳優もね、入れていただきたいですね。はい、神林先生、このコーナーのこうちょっと締めとしてですね、いわゆるこう契約書、そして透明化っていう課題が出ましたけれども、まあ、やっぱりこれ映画界にはこう組合もないし、それから今聞いてるとこう賃金もですね、最低賃金みたいなものこう結構アバウト、なんかこう出来上がりで減らされたりするっていう現状が今浮かび上がってきましたけれども、
神林先生、やっぱりこれあのズバッともうここでこれが必要だというものがあればおっしゃってください。もうあのちゃんと組合作って統一契約書は作るべきだと思います。あのいろいろ統一契約書のあのなんて言うんでしょう、負の側面というのはもちろんあります。それも分かってますけれど、ちょっと現状がですね、なんと言いますか、こうそんなこう統一契約書の負の側面があるなんていうことを言っている場合ではないっていう、そういう気配が非常に濃厚なので、うん、とりあえず統一契約書っていうのをもう業界団体で作ってしまって、技師さんだったらこれで行く、で照明だったらこれで行く、で道具だったらこれで行くっていうのをちゃんと作って、基本それで行きましょう。でそこからあのステップアップする分には個別に交渉して、こう書き直していただいてもいいんですけれど、最低ラインはこれで賄いますっていうような取り決めをきちんとするっていうのは非常に重要だと思います。ありがとうございます。じゃあですね、その次にですね、これいろんな課題と打開策がこうちょっとやっぱ見えてきたということで、これ解決するには結局お金っていう問題になってきます。近藤さん、あのこれ今その映画の現場、こう長時間労働で支えられてきたというような話になってきています。でちょっとゆとりのあるスケジュールで皆さん働きやすいように映画を作っていくという現場にしていくため、その分予算が必要になりますよね。これこの点どうでしょうか。そうですね、先ほどの契約書に関してだって、まあ、スタッフ100人ぐらいいる人とか、まあ、会社間契約もありますし、一個一個の契約書全部きちっと対応する。で、それが、あの、ちゃんと実施されているか確認するっていうふうになると、それ対応する人だけでも、あの、まずお金増えますよね。で、あの、休みもきちっと取って、で、インターバル、あの、ちゃんとお家に帰って寝る時間を取ってってやると、やっぱ今のやり方より結構ぐーんと撮影期間が伸びる。で、人件費も伸びる。なると全体的に、まあ、予算がアップしてくるとは思います。で、この適正化だと、そう一定規模以上にそれをやの適用するって言われてるんですけど、その一定規模が、まあ、一体いくらぐらいの予算の映画から上のものに対してガイドラインを適用するのか、ちょっとそこら辺の議論っていうのも全然オープンになっていなくて、全然わからないところなんですけど、多分すごく小規模でやってる作品は、あの取れなくなってしまうっていうことになると思うんですよね。そう、まあ、神林先生、こういう、まあ、その分お金が必要になってくる、予算が必要になってくるっていうところ、ジレンマがあるんですけれども、まあ、ここで必要なことっていうのはどんな点があるのかご指摘いただけますか。あのよくやられるあの方法としてはですね、あの成功した人にチャージするっていうやり方があります。うん、であの映画界でも演劇界でも美術界でもそういう、こう下積みを経由してスターになる人たちっていうのはいらっしゃるわけですよね。でその人たちの稼ぎっていうのは桁が全然違いますので、ちょっとぐらいこっちに還元してくれないっていう、そういう言い方っていうのはできるんじゃないかと思います。でそうやってですね、あのもともとこの話というのは、先ほどプロデューサーがっていう声がこう聞こえるわけなんですけれど、まあ、あのプロデューサーと呼ばれる人たちがお金を余計に取ってるんじゃないかっていうような疑念も発生してるわけですよね。でそういう場合にはやっぱりこう外形標準として、いっぱいお金を取っている人たちに関しては、ある程度そのチャージをして、それを協同組合のようなところに還元してもらって、でそれで協同組合のようなものの活動を、維持していくというようなことっていうのは、古今東西ずっとやられていることですので、そういうことをあのもう少し考えて、あの俳優の方々の中にはそういうことを積極的にやっていらっしゃる方々もいらっしゃいますけれども、あのもっとあの全体で、業界全体で考えていくっていうようなことが必要になるんじゃないかなと思います。白石監督どうですか。なんか結構もらっているけれど、それがどのぐらいもらってるかわからないっていうような状況から、なんかそういうふうにあのこうなんでしょうね、こうお金を動かしていくっていうのはかなりこう壁もあるんじゃないかなってちょっと思うんですが、はい、現場ではどうでしょうか。まあ、プロデューサーがプロデューサーだっても、もちろん真面目にやってる方たちもいっぱいいるし、アコギな人とは僕ももう付き合わないようにはしてるんですけど、ただやっぱコロナ前、コロナ禍前は、日本映画2600億円だったかな、こう出演
なんか最高収益を上げたっていうニュースがすごい出てて、映画業界実際は潤ってはいるんですよね。ただ本当この実態調査していただくと、やっぱ現場の人たちは前より変わっていない、なんなら労働環境は苦しくなっているっていう状況がやっぱ実感として続いていて、僕ももうずっと変わってないっていう印象があるので、それはそのやっぱり成功した部分から、やっぱフリーの人たちってなかなか頼るところがないので、でもやっぱフリーの人たち自体もやっぱ映画界の重要な、当然当たり前なファミリーなので、そこに還元してやっぱ生活豊かにするっていうのは、もう本当に考えなきゃいけない時期に来ているんじゃないのかなっていうのはすごく強く言いたいですね。うん、木下さんいかがですか？そうですね。あ、ちなみになんか組合ずっとなかったわけじゃなくて、もちろん一時期はあったわけですよね。戦後すぐとかは、映画会社ごとじゃなくて、全部共通の組合があって、ストライキとかをいろいろしたりとかした時期もあったんだと思うんですけど、うん、それはなんかこう、ともかくとして、そうですね。なんかこう、ただ、どうしてこんなになんかこう全体にお金がないっていう状況が、なんかどっちが原因でどっちが結果なのかわからないっていうか、要するになんかこうたくさん映画を最初こう、まあ大学を出たりとか専門学校出たりして、なんか映画を作りたいと思ってるスタッフっていうのは相変わらずたくさんいて、で映画が好きで業界に入って、でもそうするとあまりにも生活とか労働環境もひどく、プライベートもなくなり、なんかこうだんだん夢がついえていって離職してしまうっていう状況があって、でその結果なんか人手が少なくなるからますますブラックになるみたいな、でなんかずっとこうお金がない、お金がないっていう状況が続いてるっていうんですけど、なんか悪循環なような気がするんですよね。そういう人たちはなんかやっと悪循環っていうか、なんでこうお金がないっていう状況が、本当にお金がないのがか、お金がなくても作れるっていう風になってるからお金ないのかっていうのがちょっとよくわからないんですけど、ちょっとなんかまとまりのない話で申し訳ないです。まあ、そのあたり近藤さんなんか結構うなずいてらっしゃいますけど、そうですね、お金がなくても作ってしまうっていう、うん、本当にこれ罪深い、それでも作りたいんですよね。面白いんですよ、映画作り。私も12年現場離れてるんですけど、今でも夢に見ます。カチンコ打つ夢とか。すっごい楽しいんですよ。やっぱり、ちょっと何者にも変え難い時間が訪れることがやっぱりあって、なんかそれを知ってしまうと、離れられなくなるっていうか。だからあるんですけど、すごい笑っちゃって、あれなんですけど。まあ、とはいえですね、やっぱ現状として、その、入場の、まあ、皆さんからいただいている映画のファンの皆さんから入場するときいただいている映画の代金なんですけど、うん、いくらいっぱいいっぱい払っていただいても、スタッフには1円も還元されないんですよね。作った時の制作費の時に言われたお給料が全てで、監督はまあちょこっと印税とかはあるんですけど、監督脚本の方はとかは音楽の方とか少し印税的なものはあるんですけど、まあ、ちょびっとです。で、実際はその作った時のにもらったお金以降、どんなにヒットしようが本当に、はい、もうもらえないんですよね。だからそこら辺もちょっとね、おかしなものだなっていう、貢献、自分が頑張ったことに対しての貢献がないので、それがまあ例えば一律少しだけこう取っといてくれで、そう映画界に還元する仕組みみたいなものが、まあ、諸外国ではある国もあるので、そういう風になったら健全っていうんですかね、なんて言うでしょう、ちゃんとお金がね、こう売り上げから次の映画に回ってその映画でまた頑張るという仕組みになると思うんですけど、それがないんですよね。白井さん、それすごい。すみません。ごめんなさい、近藤さん、ごめんなさい。白井さんにそのあたり、いくらすごい映画売れてた、みんな見たって言っても、ヒットしたって言っても、そこに還元されないっていう、ちょっと監督としてもちょっとジレンマがあったりするんじゃないですか。そのやっぱりこう可愛いスタッフとかと一緒にこうやったっていうのを味わいたいとは思うんですけれども。そうですね。僕も監督としてもそんなにヒット作を生み出せてないのもあるんですけど、スタッフとして二十何年関わると、やっぱりたまにヒットする映画はあるわけですよね。
うん、その時何が起こるかっていうと、大入り袋っていうのをもらって、もうヒットしたんで大入り袋配るよって言って、まあ、もらうんですけど、大体どんなにヒットしても500円玉が入って終わりなんですよ。嘘でいやいや、本当です。でもちょっとやっぱりそのシステムがやっぱおかしくて、やっぱ映画ってやっぱりうまくいくときもあればうまくいかないときも当然あるので、うまくいかないときにやっぱ還元してもらおうなんて気はもちろんないんですけど、本当になんか例えば100億ヒットしましたって言って、で実際には現場はちょっと今回予算がないんで、給料7掛けね8掛けねっていう中でみんな働いているので、やっぱりすごい儲かった時は少しやっぱスタッフに還元してほしいなっていうのもありますし、本質的にはさっき近藤さんが笑ってしまったように、映画作りって実は本当に豊かな作業であるし、一生の仕事にするにはこれだけ本当に楽しい仕事僕はないと思ってるんですよ。でもやっぱそれをやっぱ担保するだけのやっぱお金だったり、うん、スタッフが僕らもそうですけど、スタッフも本当映画に関わって結構リッチになっていい人生だったねっていうことを歩んでもらいたいっていうのが僕の最大の願いなんですけど、なかなか そこにはいかないなっていうのは本当にじくじたる思いで毎日、やってるっていう感じですね。うん、まあ本当に今その多くの人のその映画の作り手の夢とか、この制作が楽しいっていう、こう志とかそういうエネルギーによって日本の映画が支えられているんだなっていうのをこう思ったんですけれども、どうです、その神林先生、こういうことであればやっぱり持続していくっていうには難しい面がありますよね。ですね、はい、そうなんです。ただ、その先ほど木下さんがおっしゃった悪循環っていうのが、実はキーワードだと思うんです。で、本当に悪循環が起こっているんだったら、もう潰れてますよね、映画界。で、もう何十年もこの状態が続いているわけですから。けれど、実際に起こっていることは、邦画収入史上最高値っていうのが、どんどん突破されているんです。なので、全体から見るととてもじゃないですけど悪循環にはなってないんですね。ここがポイントなんです。で、つまり業界としてこのやり方っていうのが、そのなんて言うんでしょう、ある意味持続的に回るような形になっているので、これが続いているんです。なので積極的にそのメカニズムに手を入れて変えていかないとこのまま続きます。そういうことが示唆されるんですね。で、それが一つの感、なんていうか、こう、非常に強い示唆です。悪循環になっているというのは思うなっていうことですね。で、じゃあ、どこにお金がどういうふうに配分されているのかということを、きちんと冷静に見た上で、ちゃんと配分を決めましょうということを、決めていかないといけないんですよね。で、その時に、多分ですね、諸外国では、その入場料なんかに税金を、例えばフランスなんかそうですけれど、税金をチャージして、そのチャージしたお金を政府が取って、政府が分配するっていう形を取ります。で、政府が信頼できるんだったら、このやり方でもできるんですけれど、日本政府が信頼できるかどうかは、ちょっと人によって違う格好になるので、そうであれば、例えばその 1% の入場料収入を、共同組合に積み上げていって、そこで年金を作るとか、そこで、最低賃金に対する補助をするとかっていう、そういう、こう集団的な保障っていうのを作っていくということは必要だと思うんです。なので、その入場料収入に 1% をかけるかかけないかとかっていうのは、確かに収益側にとっては無視できないかもしれないんですけれども、映画がヒットした時っていうのはものすごいお金が入るわけですよね。で、なのでものすごいお金が入るんだったら、その時だけちょっともらうとかですね、いろいろなやり方っていうのは多分あるというふうに思います。なのでそこの辺をちゃんとこう冷静に数字を見ながらきちんと交渉できる、でちゃんと解釈できて交渉できるというような組織が必要で、それが多分中間団体に当たるんだろうというふうに自分は今考えています。ありがとうございます。残りですね、あと、6分ほどになりましたけれども、最後のですね、皆様のこう感想をですね、いろいろとお寄せいただいていると、もう非常に感想多く届いている
ますので、ちょっとこのご紹介していきたいと思うんですね。まず、一つ目、現場感覚だと労働環境苦しくなっている気がします。全然潤いの恩恵を受けてません。音楽、CG とかには発注書を出します。撮影現場のスタッフには出していません。口約束とメールだけおかしいですね。二つ目の感想も読み上げます。現場感覚だと、こちらですね。こちら一通ですね。はい。同じのになりました。すいません。質問がありますね。はい。映画と配信系ネットフリックスはじめ予算と制作期間がある程度確保できる場合だと、労働環境、例えば休みが取れる期間や給料などに大きな違いが出てきたりなどはあったりしますでしょうか？これはちょっと白石監督に伺いますね。映画と配信系、だと労働環境に大きな違いが出てきたりはあったりしますでしょうか？これ白石さんどうでしょうか？はい、配信系はもう最近は、2週間に1遍は、日本の場合、撮休って撮影が休みの日も、映画だと休みと言いながら翌日の準備したりとか、ほぼ休む人はいないんですよ。ただ配信系はその撮休で準備する日もあっていいけど、完全に働いてない完全な休みの日を、週に1回とか2週間に1回取るように作ってくださいとか、1日の撮影は12時間以内に終わらせて、遅くなった時は、こんぐらいインターバルを空けましょう。映画とかドラマってなかなかその13時間ね、撮影13時間ねって決めても、例えば東京ドームに1万人エキストラ集めたシーンがあったとして、 そんなたくさん人を巻き込んだ時に12時間できっぱり終わるかというと、そうもいかない場合もどうしても出てくるので、はい、そういう時だけは何らかの自由にできない時は延べるのはいいけど、翌日までにちょっと少し時間を空けましょうとか、独自のルールを使って労働環境を変えようとしている配信会社はあります。で、今これはまあ適正化期間もあるんですけど、映画会社によってはそのルールをのっとって、改善しようと試みているところも あることはあります、当然。というのが、あとこのありがとうございます。あとこれもちょっとすごく気になって、私もネットフリックスを最近よく見るんですけれども、給料の話も聞いてたらして、やっぱり映画とこういうネットフリックスとかでは給料にも大きな違いがあるんでしょうか、この質問に対してはちょっといかがですか、白井さん、答えづらいですか？いや、値切るのはやめましょうっていうことは、それは給料だけじゃなくていろいろな作業に対してですね、値切るのはやめましょうっていう考え方はどうやら持っているんじゃないかなというのは、ちゃんと聞いたわけじゃないけど肌感としてありますね。だからといっていたずらに市場というか、その時価を変えてしまうのもやっぱり映画作れなくなっちゃうので、それはいつもの倍出すんでこっち来てくださいみたいなことをやってるっていう感覚もないですね。このあたりは近藤さんどうでしょう？うん、はい、うん、はい、私も聞いている限りではそんなべらぼうにすごく給料が上がるっていう感じではないです、ないと思います。はい、やっぱりそうしてしまうとやっぱりみんなそっち行っちゃってね、本当にバランスが崩れてしまうっていうのもあるので、で ただまあそのネットフリックスとか配信系も今基本的に自社の制作会社ではなくて、プロダクション、今昔からあった日本のプロダクションにこう、まあ、仕事を下ろしているので、やり方がそう大きく変わったりしているわけではないっていう感じです、じゃないでしょうか。わかりました。ありがとうございます。皆様、感想や質問を寄せいただきましてどうもありがとうございます。終わりに近くなってきましたので、ここでですね、最後にお一人ずつ一言、この締めをいただきまして終わっていきたいと思います。まずですね、ちょっとこの画面映りから右下の木下先生から、伺ってよろしいでしょうか。非常に勉強になりました。で、私もなんかそうですね、映画がものすごくやっぱり好きなので、で作ってる方の情熱というのもわかるので、なんかこう
それに途絶えてほしいとは全然思わないから、なんとかなるといいなというのと、あとなんか政府なのか中間団体なのかとか、まあ日本映画はずっと政府の援助ほとんど受けないで、あの民間でやってきたっていうプライドも歴史的にずっとあったので、そこでちょっと不信感もあるのかなと思ったりもするんですけど、なんかやっぱりあの、うまく、あの、この伝統を続けてほしいっていう、悪い伝統じゃなくてですねって思うので、あの、皆さん頑張ってください。はい。木下先生、ありがとうございます。じゃあ、神林先生、お願いします。ありがとうございます。あの、いろいろ、あの、興味深いお話を、あの、聞かせていただきまして、感謝申し上げます。あの、2点、あの、最後に言い残しておきたいんですけれども、一つはですね、やっぱり中間団体というのは、日本社会は非常に作るのが下手です。これはもう歴史的にそうです。で、なので非常にこう難しいチャレンジになるかもしれませんが、あのぜひ、この努力というのはしていっていただきたいというふうに思います。で、2点目がですね、そのかといってその何と言うんでしょう、映画界が持っている目標ですよね。で、やっぱりいい映画を作る、いい映画をいっぱい作るっていうようなことを外してほしくはないと。で、何か何らかの、例えば賃金を上げましょう、それは確かに必要ですけれど、賃金を上げるっていうことだけを目標にするとかですね、そういうようなことはあのちょっと考えないでほしいなと。やっぱりいい映画を作るっていうことはあの日本社会全体にとっての財産になりますので、まあ、そういうことで、活動を続けていっていただければなとに思いました。ありがとうございました。はい、神林先生ありがとうございました。では白石監督お願いします。はい、今日はありがとうございました。あの本当にいろんなお話聞くことができて、今足りないものを、課題がすごいよく分かった気がします。もう今日僕が一番衝撃だったのは、本当木下先生おっしゃってたように、日本映画ってずっと悪循環の中にいるんだろうなと思ってたんですけど、神林先生のもういや悪循環じゃなくてうまく循環してるからこうなってるっていうのは、確かにこれを変えるっていうのは本当になかなか難しいことなんだなというふうには思いました。で、世界各国いろんな映画のな、そのお金の作り方だったりとか、いろんな、ケースバイケースでそれを見習っていくこともすごい重要なんですけど、やっぱり日本は日本の独特な映画作りっていうのがやっぱ多分あって、その良さも日本映画のすごい多様性にも つながっている部分があるので、いいところをもらいながら、日本オリジナルのやっぱり映画を作っていくシステム、豊かにしていくシステムっていうのをやっぱ構築していくっていうことが非常に重要なんだろうなというふうには思います。なんかまだまだ課題が多いし、本当早急にやらないこともたくさんあるんですけど、映画界のために何か力になれるようなことがあるのなら、本当に、この身を捧げたいってずっとかねがね思っているので頑張りたいと思います。本当に今日どうもありがとうございました。白石監督ありがとうございました。では最後に近藤さん、よろしくお願いします。はい、JFP がですね、今皆さんにお知らせ、中間発表を見ていただいた労働実態調査のアンケートは6月30日まで行ってますので、ぜひお答えいただきたいなと思います。1回でも映画の制作現場で働いたことのある方、ポスプロの方も含めてですね、に俳優さんももちろん俳優部も含めておりますので、どんな方でも一度でも、働いたことのある方、お声を届けさせていただきますいただきますので、ぜひ回答をお願いいたします。で、あとクラウドファンディングも先ほどお知らせしたんですけど、7月8日まで今後2年分の活動資金募っていますので、 JFP の活動をですね、もっと続けていくためにご賛同いただける方はご協力いただけたらと思います。で、ちょっとこれ私の個人的な最後にお伝えしたいことみたいなことなんですけど、性加害の問題を皮切りに、すごく今こうやっていろんな問題が噴出してきたのと、適正化の時にですね、その実態調査っていうのはもう2年以上前に行われていて、業界団体も警察庁とかも、労働環境がひどいってことはもうずっと認識していたわけですよね。でも何も具体的に現場に降りてくるようなことっていうのが、ずっと示されてこなかったわけです。で、この性加害の問題が出てきた後もまだ何も示されていないんですね。適正化でやりますという回答聞いたら回答が来たっていうだけで、私はすごくそれに失望していて、
自分が一スタッフで現場にいたとしたら、母体となる会社なりからですね、僕たちはこうしますよ、こういうことをやっていきますよということのガイドラインを出すような時間っていうのは十分にあったと思います。で、そういうことをしてこなかった、してくれなかったっていう、守っていない、スタッフのことを守っていないっていうことに、すごい私は憤りを感じています。で、実際現場にいる方もそう思っている方もたくさんおられると思いますので、なんて言うんでしょうか。今まで声を届けるところがなかったっていうのもあるんですけど、やっぱ上げてこなかったと思います。なので、もっともっとみんなで文句をどんどん言って、どういう現場にしたいか、どういうふうに働いていきたいか、みんなでもっとコミュニケーションを取って作り上げていくような動きがどんどんできるように、JFP はいろんな調査や提言をしていきたいと思ってますので、現場にいる皆さん、プリプロからポスプロまで上映にまつわる皆さんもですけども、配給宣伝の皆さんもそうですが、より豊かなその映画の文化をね、持続していくために、私はこうしたい、僕はこうしたい、俺はこうしたいみたいなことを、もっとみんなでどんどんディスカッションしていける、機会をたくさん作っていけたいなと思っています。はい。近藤さん、ありがとうございます。アンケート6月30日まで、クラウドファンディングは7月の8日までということで、ぜひご協力お願いいたします。本当にもう暴力は許さない、そして性被害も許さない、もう弱い立場の方々に立って考えるっていう、まあ、そういう現場にしていただきたいなと切に願っています。そしてその活動に対して応援するようになればいいなと思っております。本日は1時間半にわたってお送りしました。長時間にわたりご視聴どうもありがとうございました。これにて終了いたします。どうもありがとうございました。